チャオ、あちゃんです。今日1月2日、あちゃん家の晩ご飯は、ね、あれ、魚の水炊き、魚好き、関西では魚好きって言うんだけど、うどん入れたらうどん好きになるね、ね、関西っていろんな名前なんだけどもね、そんな感じで、鍋にしたいと思います。はい、はい、煮えてきました。土鍋はね、すごい煮えるからね、煮え出すと。ちょっとね、煮込んで、ちょっとテレビ、チャンネル、ちょっと、まあ、バスの旅やってんですが、もうさ、アマニメにどうやって行けばいいの、ね、では、食べましょう。食べよう。開けます。チチチチ、はい、いい感じに煮えてる魚やみたいな。ついてる。入りますね。はい。写真を見ても、人に聞いても、新しい情報が得られず、手詰まりの。そっちの薄い青いで。あった？そんなことしないし。どっちでもいいやん。全部。火を使ってから、俺のよだれついてんで。どっち返しといていいやん。油乗ってる。おいしい。スーパーモリカで魚好きセットって言って、いろんなお魚が入って398円。どっかタイ入っとったね。沈んでしまったかな。結局本当に半場でここで1時間待つことエブリアはタイなこの辺かな。あれ食べとったらええけど今までも絶望したり奇跡が運べたりしたこともありました。これ食べたい。食べた。1人1個で3個しか入って、すみれ団子美味しかった。うん、白菜とか食べや、白菜なくて美味しいやろ。これができれば食べたくない。サワラやろ。これもサワラやろ。あれタイどこ行ったんや。誰かタイ頑張っていかへんね、一発で。あ、これこれこれタイ、さっき食ったわ今。これタイ美味しくなかった。違った。要はタイ好きやからね。キムから人参を取った。珍しい。珍しいね。じゃあいつも野菜取らな食べへんやん。
か分かれへん。いや、じゃあ持ちない。丸いし、持ちない。持ちない。はい、食べてや。臭いとえのきや。お餅は？お餅くれ。もうちょっとや。あ、もう、あれって、そうですか。
うどんがない。買ったと思って使ったらあれかな。ラーメン入れようか。ラーメン入れてポン酢で食べる？うん、とかポンコツ味にしてしまう。何やねん。そんなめ。カリー麺っていうの買ってきたから入れてみたいな。もつ鍋、寄せ鍋、ちゃんこ鍋、水炊きにも使えるっていうから入れてみたいと思います。でかっ。失敗して終わり。終わりだ。水炊きにラーメンってすごいなんか斬新な感じするけど、書いてあるからできんやろ、できるしか合うんやろね。ラーメン食べて。ちょっと硬いけど。ラーメン。うん、まだ硬いかな。偽物でしょ。あれのやつやんか、ゲロンチョリーのやつやん。こっちはしておいしい。ポン酢も合うわ、ラーメン。面白かった。大人のピタゴラスイッチ。はい、誓います。あなた
ラーメンもいらん。食べへん。食べる食べる。ご飯持ってきて。あれはいらん。味付けしようか。ニンニクは。いらん。ニンニクは好きじゃない。ラーメン入れようか。なんかラーメン入れようか。これの醤油で味ちゃんとつけてみてるけどな、チャンネル番組表から戻しといて。札幌一番、札幌一番、手前一番じゃん。うん、味がついてる。うん、札幌一番、手前一丁入れます。違う、味がついてる。これ醤油ラーメン、醤油味って感じ。魚好きな後でラーメンで行くのは斬新やね。魚スープが効いて、美味しそう。味付けてないよ。熱っ、鍋触った。
はい。これラーメン食べへんの？伸びるよ。になりました。今とまあなんかね、デザートでも食べてゆっくりまったりしたいと思います。晩ご飯、魚好き、魚好きっていうのかな、にラーメン入れて締めました。はい、ということで今日の晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。